こっから初日の出だな。大晦日の仕事があったという感触の男性、車きれいに洗ってるか、実家に急ぐのには事情がある。きれいだね。あれだよ、あれ、千里浜レストハウス。千里浜レストハウスはここ。綺麗だな。その腕前を知られた定期職人で、男性の人生にも大きな影響を与えたそう。もうすぐで千里浜ベストハウスに着きます。大丈夫だ、ゆっくり行かなくちゃって、さーっと行ける。あ、またここにもある。新しくできた。あ、そこでバックしてる。あ、バックする？バックしちゃうか。左ここバックしろよ。なんだよ。ここバックしろよ。こっち？なんで頭で入るんだよ。バックだよ。私の大好きな場所の一つ、千里浜。千里浜海岸は全国で唯一、また世界でも珍しい車で走れる砂浜です。しかし近年砂浜の浸食が激しく、この20年間は毎年砂浜が約1メートルずつ消失するという危機に直面しています。石川県では平成23年5月27日に千里浜再生プロジェクト委員会を設置し、金沢港の浚渫土砂を活用した砂を供給するシステムなどの検討を行うとともに、千里浜海岸の保全意識の向上を図るため、各種イベントの開催を通じて砂浜の浸食の現状や保全対策の必要性などの情報を発信しています。また地元羽咋市、宝ライトル清水町を中心に千里浜再生プロジェクト実行委員会を立ち上げ、今後のイベントや情報発信を継続的に行うため、プロジェクトに協賛していただける企業団体を広く募集しています。千里浜再生プロジェクトホームページより抜粋。
千里浜渚ドライブウェイです。千里浜海岸からレストハウスから SSTR カフェさんからやっております。この夕日をいつまでも見ていたい。そうだよ。だから今日見といたらいい。温泉でも行くか。もう行っちゃうかい？行っちゃうか。9時までだからな、別にな。6時、6、今何時だ？4時、4時半か。もう行っても5時に出てもいいな。行ってもいいよ、行ってもいいけど。夕日が沈むからな。いやー、綺麗だ、ここ。いや最高だよ、俺ここ大好き。俺だって車で入れるんだもん。普段入れねえじゃん、うん、入れてさ、あれなんだ、うん、ETC カードが挿入されています。カード有効期限は待って、ストップ。2024年9月です。早く走れよ。走りたくねえんだけど、ゆっくり走ってる、うん、なんで砂がなくなってきちゃったんだろうね。だんだんこっちはえぐられてきちゃうんだよ。えぐられてきちゃうから。削られてきちゃって、だんだん砂浜が削られてきて、だんだん狭くなっちゃって、だから今再生でどうにか土をどうにかしようってやって。あ、白いわこっちの砂。写真撮んじゃないの？守ろう砂浜、残そう未来へ、千里浜再生プロジェクト。協賛金一口5万円より。平成6年には50メートルあった砂浜が浸食により、平成23年には約35メートルになってしまいました。皆様のご協力をお願いいたします。エンド。